ね、でも今回はですね、ようやくも僕も寝不足です。寝不足ですね。昨日3時過ぎになってしまいました。3時、はい、あ、まさかあれですか。まさかのあれだよ。まさかのあれですね。はい、こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、吉水乃です。こんばんは、早川由です。さあ、今回は気楽なフリートークスペシャル。はい、なんか最近フリートークばかりやってる気がするんだけど、そんなことない。まあ、テーマはあってもフリートークみたいなね。フリートークからテーマみたいな感じですよね。うん、でも今回はですね、ようやくも僕も寝不足です。寝不足ですね。昨日3時過ぎになってしまいました。3時、はい、あ、まさかあれですか。まさかのあれだよ。まさかのあれですね。もうね、前半は、うん、あー負けた、ドイツ強えわって思ってた。日本対ドイツもう寝てましたね。ドイツってだいぶ強いですよね。優勝4回ですからね。そう、全然かなわない、すげえドイツの攻撃陣とか思ってたら、うん、後半ね、メンバー変えた途端に、試合が全く別の国と戦ってるみたいになったの。でも、今までサッカー自分もやって42年間見てきましたけど、まあ誰か、鎌田選手かなんかもね、言ってましたけど、うん、前半と後半であそこまでチーム変わるのかっていうね。うん、実際そのサッカーのこと私詳しくないんですが、その出てる選手によってやっぱりそんなに変わるんですか？選手も変わるし、そのフォーメーションって言ってさ、うん、なんか 4-2-3-1 とか聞いたことあるでしょ。はい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 、そう、あれが分かりにくいんだよね。分かりにくい、うん、なんかあとどこの選手が何をしているのか全く分かんない、傍から見てて。ああ、でもともかくゴールキーパーしか分かんない。まあ一つは、ドイツが攻めて点が取れないっていうんで、だんだんと嫌な雰囲気になってきたところに、ドイツのいい選手ミューラーとギュンドアンっていうのを引っ込めちゃったの。なんで？いや、だから前半こんだけ走らしたから、うん、まあいいだろう、勝てるよこの試合はって思ったんだよね。みたいな。もうギュンドアンっていうのが本当に司令塔だから。で、その代わり日本は逆にね、冨安で守りを固めた上に、攻撃の選手を4人放り込んだのよ。そしたらドイツの守備陣が、あれ、こいつらどうやって守るんだよって混乱し始めてからはもう、ずっと日本ペースだったんだよね。なんか日本のサッカーって守りが、うん、あのベースだっていう印象があるんですが、そうだね。ワールドカップではそう。でもアジアでは毎回攻めて勝ってるんだよ。うん、そうですね、あ、そうなの。あれでも正直、イラさん、こう、うん、運、運で勝った要素はどのくらい占めると思いますか？85%。 まあそうでしょ、全てが奇跡でしたよね。そうだって、あれ再現性ないもん、特に2点目ね。そう、昔はさ、ああやってさ、あの前の攻撃陣厚くしても何にもできずに浅野が走り回って南野がシュート吹かして終わりみたいな感じだった。それが今回はね、みんなハマったんだよね。みんないいシュートやったし、ちょっと僕やったことない、例え合ってるか分かんないんですけど、うん、あのゴルフで、うん、なんかいきなりホールインワンとかアルバトロスでしたっけ？あるね、やった感じですよね。あ、そうだね。そう、本当にそのくらいすごい、うん、一発本当に出ちゃったの。打った手が全てハマったの。でもライブドアがなんかあのニュース、ツイッターのニュースで、う、うん、うんだみたいなこと書いてて、コメ、うん、投稿で、それにすごいキレてるツイッター民がいっぱいいましたよね。いや、そうだよね。一緒にもちろん、いや、実力で言ったら100試合やったら、そうそう、95敗、うん、5勝ぐらいだよ。うん、あ、じゃあその選手自体の実力は確かにあるっていう話なんですか？っていうより試合の流れ全体が本当に日本に傾いちゃったんだよね。スタジアムの雰囲気とか、しかもサウジアラビア、アルゼンチンのイメージがみんなにめちゃめちゃ残ってたの。ドイツ人も残ってたと思う。はいはいはい。だって、まさかね、メッシとノイアが同じ顔に見えたもん。でもなんか、面白いですよね。こう、サッカー興味ない人でもなんか分かりやすく言うと、うん、今あったけどさ、その、うん、なんだろう、実力差も本当大人と子供ぐらいみたいなところもあるんだけど、うん、今、イラさん言ったように、100回やったら逆に5回勝っちゃう可能性があるの。怖い。で、サッカーで日本でね、あの、天皇杯ってお正月にやる会があるんで、それで昔、ね、高校生が、決勝、準決勝ぐらいまで行って、なんか J リーグのチームに勝ったりとか、勝ちそうにとかね。あるの？高校生とか、J3 とかね。何それ、そんなことあるの、うん、サッカーって。そう、企業チームとか勝ったりすんのよ、サッカーって。だから、まあやっぱ面白いスポーツですよね。いや、面白い。だってさ、これ相撲だったら考えられないよ。確かに。中学生、ね、例えば中学生が白鵬と戦って、勝てるわけないんだから。確かに。力の差が圧倒的ですもんね、うん。でもサッカーは本当にね。そういうのがあるんだ。うん。そこまで夢のあるスポーツですよね。夢あるよね。しかも、うん、メッシは年収70億とかだからね。めっちゃ夢ない？やば、うん、え、でも日本のサッカー選手ってそんなにもらえてないんですよね。もらえてるよ。でも海外行ってる選手はもうね、海外行ってる選手はみんな5億、6億とかもらってる。そう、そう、まあ、それでもね、野球に比べたらあれだけど。そう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 。そうなんだ。うん、でも、
なんか幸せですよね、この12月。いや、本当、そう。ね、まだ11月。まあこれね、配信されてる時はもうね、ちょっと大会が多分ちょうど終わるか終わんない。そうだね。うん。でもどちらにしても、もう今回これだけで僕ら満足ですよね。本当にこの試合だけでもうお疲れ様でいいぐらい。本当にもう。超良かった。今世生きてる間にこんなことあるかっていう。マジで。優勝目指そうとかそういうノリじゃないですか。もう。いや、まあそこまでは言わないけど、ただその後ね、スペインが7対0とかだったから、コスタリカに。すごかったってなったわ。大人と子供って本来そうですよ。なるほどね。そっか。じゃあ日本にちょっと運が傾いてるということだから、ちょっとこのまま突っ走ってほしい感じはありますけどね。そうだね。フリートークもなんか楽しいね。もうこのままなんかだらだらおしゃべりだけでいくか。でも前回のさ、スズメの戸締まりも面白かったもんね。面白かった。なんか、もう。新海さんね。もう一回ちょっと見てみたくなった、なんか。うん。ただ今回、音楽のやつがだいぶ変わってたよね。前回喋んなかったけど、ラドウィンプスのセリフ付きのところでバーンっていいシーンに歌でかぶせるみたいなことしなかったよね。なんか上品になった。最後にちょっと遠慮がちにね。しかも、なんかボーカルが女の子でしたよね。ん？いや、ラドウィンプスの後にもう一曲入ったのは女の子。そうですね。それは別の子。先にラドウィンプス。普通に入ってたか。うん。だと、天気の子はさ、カップヌードルとかひどくなかった？ひどかった。広告感が街の新宿かなんかの全部入ってましたね。あれはちょっとひどかったけど、今回はその辺もちょっと抑えてたよね。まあローソンちょっと出たけど。あれはやっぱりこう、某広告代理店とかがあそこを枠として。そう、僕ね、本当に良くないと思う。やりすぎですよね。あの流れってでもやっぱ、あれなんですかね、なんだっけ、タイガー&バニー。あれ、広告、キャラクターに広告載せるっていう手法じゃないですか。全然違う。それはもうアメリカのコーラとか、BMW とかベンツとか、あ、そうか。ハリウッドから。じゃあ逆にハリウッドからなんだ。ハリウッドからなんだけど、ハリウッドはあんな目立つよね。ですよね。ハリウッドもっとさりげないっていうか、なんつうんだろう。やっぱ日本人だと目立ってか、やりすぎですよね。うん。ちょっと天気の子はひどかったから、批判も出たし、今回そこは抑えたんじゃないかな。やっぱさ、僕たちちょっと広告代理的なものに、うんざりしてない？してます。うん。まあ僕ら広告ね、やってましたよね。広告なんて何にも面白くないから。面白くないか。確かにな。12月に入りましたけど、井田さんって師走感なさそうですね、ずっと。12月の頭に年末進行の締め切りが1個あるぐらいかな、今は。年末進行の締め切りって、つまり普段のサイクルより早いってことか。うん。出版社が終わっちゃうか、まあ、4日5日早いぐらいの感じ。でも印刷所が閉まっちゃうか、どっちにしてもっつったらイシダイルファンに怒らせるけど、どっちにしてもいつもとあんまりイラスト変わんないんじゃないですか、ね、まあ変わんないね、なんかギリギリにガッてやるみたいな、そうだね、ネタ決まってるねすいません、でもそんな感じ3日ぐらいで、前回はさ、ほらウイスキーバブルじゃん、中国の、はい、1本1億円っていう、今回はもう本当に王道でこれいこうかと思ってるから、宗教二世の漫画あったじゃん。はい、あれ面白かったから、よし、あれで作ろうと思って。わそう、宗教二世の話。そう、池袋の街で、親子でずっと布教している、寒い冬の雨の中。わちょっと泣けそうじゃない子供が。そんな話かな。もうちょっとタイトルもなんというかあるんですか？ない。まだ本当にない。でも、いいよね。その、まあ、中学生か高校生かわかんないけど、男の子か女の子が、いや、自分の人生は自分で決める。もう、その宗教には、お母さんのことは好きだけどやめるっていうのがハイライトシーンかな。いや、楽しみ。いいよね。ね、読みたいですね、ぜひ。イラさんに前回、前々回っていうか、その宗教2世の本を書いた彼女の、その父親の物語。飲んだくれの。あ、読んだ？ある中央さんの。本当に私、その日夢見ちゃって、なんかもう怖っ。でも、すごく良かったでしょ。良かった。よかったけども、本当にずっしりきた。これ出しておいて、なんだっけ、あのタイトル。お酒に、なんだっけ、お酒を飲むと別人になる父が怖いみたいな。つらい、つらい。うん。もうね、すごくいい漫画なので、エッセイ漫画の傑作なので、ぜひみんな読んでみてください。もう、そう、本当につらかった。うん。でもいいよね。あれさ、世界中で漫画でああいうことが描ける国って日本だけしかないんだよ。で、日本のアニメが世界で勝てるのはそこなの。子供向けでディズニーみたいにさ、ね、丸いちっちゃなお話にせずに、大人にも全ての人に向けてちゃんとリミットなしで作れるから、日本のアニメが強いんだよね。これ映画になってるんですね。酔うと化け物になる父親が辛い。映画になってる。なるほど。タイトルだったんですけど。そうなんだ。うん、これ映画になってる。へえ、知らなかった。いや、これ私この漫画を見てから、もう飲んだくれてる人が、アニメでも実写でも、なんか怖くなっちゃって、なんか、
なんか今あのボッチザロックっていう高校生の女の子たちがバンドを組んでロックをやるっていう、うんうん、あのアニメがやってるんですけど、うん、この間そのアニメの中ですごい飲んだくれのバンドマンの女の子が出てきて、うん、もうそれ見てこの酔うと化け物になる父が辛いを思い出しちゃって、もう、うん、怖くて見れないんだ。そうだから、うん、あのもうなんかね本当に怖くなっちゃってトラウマになっちゃってあれ漫画見て。あのねアルコール中毒に関してはね本当に大変なの、うん、アルコール中毒って基本的に治るとかないの。ない。あ、そうなんだ。僕昔やっていたそのハートをつなごうっていう教育テレビの番組で、はい、うん、アルコール中毒会っていうのがいっぱいあったのよ。だから何人にも会うんだけど、うんうん、おじいさんいるじゃん、はいはい、もう75とか80ぐらいの、うん、で、はるか昔30年も40年も前に依存症からやめて、うん、一滴も飲んでないんだけど、うん、今でも飲みたいし飲んだらすぐに戻りますって言ってた。一日でスリップだって、うん、30年毎日毎日頑張って飲まずにいて積み重ねてきて、でもある日友達に、まあいいじゃんお前ビールぐらい一杯って言って、一杯飲んだらもうそこから連続飲酒でバーンと落ちちゃうんだ、ね、やっぱ麻薬と一緒だな、うん、そうすると家族の辛さもあるし、もう飲んでる本人の辛さもあるか、二重で辛いっていうか、うん、もう本当にね、うん、もうねすごいよ本当の依存症の人って、うん、こういうさスーツのコントとかに紙のパックあるじゃんお酒の、あ、鬼殺しとか、そういうのをこうやって入れて、うん、電車の中とかでこうやってチューってしてるんですけど、ね、たまに歩いてる人いるわ。その付き合った彼氏とかがそうだったんですよね、うん、その漫画を描いたその彼女がその初めてできた彼氏がかなんかがその父親と同じアルコールがすっごく好きな人で、うんうん、で常にこの本当に前の親さんの忍ばせてどっかにアルコール隠しててどんどん性格が変わっていっちゃうっていう、うん、2時でも3時でも夜中にね、うん、電話してきて、そうだからアルコール病棟とかだと、うんうん、まあ医者によると死亡率は基本的に 50%、 だから胃がんとか大腸がんとか肺がんとかより、うん、膵臓がんに近いのがアルコール依存症なの。基本的には肝臓とか壊して亡くなるか、自殺でほぼ亡くなるんだって、うん、で残り半分の人はなんとか生き残れるけど、うまくお酒と縁が切れる人はすごく少ないんだよね。生きてても半分死んでるみたいな感じですよね、うん、だからその時にさもうすごかったもん、うん、まあそれ若い彼なんだけど、うん、病院依存症の専門クリニックに入院してて、うん、パジャマで抜け出しちゃうの。で飲んじゃって、え、それ大丈夫だったの？だ、その後どうしたのって言ったら、うん、田んぼ、冬の田んぼ、稲刈りが終わった乾いた冬の田んぼの中に、うん、車が一回転して、その中で安全ベルトにぶら下がってたんだって、こうやって。気がついた時。飲み始めたらもう意識がなくなっちゃうから。で、連続飲酒って基本的に本当に起きている間、6時間とか10時間とか飲み続けちゃう。壮絶なのよ。だからみんながよく帰るに、お前アル中じゃんとか言うのは、うん、あんなレベルではない。本当に死ぬ病気なの、うん、ちょっと記憶なくしたじゃんとか、その程度じゃないってことですね、うん、もうそんなんじゃない、うん、いやもう本当言葉恐ろしい。本当に半分死んじゃう病気だから、だから今これを見てる人でもちょっと俺やばいかもと思ってる人は、うん、どこかに相談に行った方がいいかも、うんうん、まあそれはあの基本的にギャンブル依存もアルコールもあと痴漢依存、ああポルノ依存、うんうん、ありますね、活字依存、うん、あらゆるものに依存ってなっちゃうんで、うんうん、まあ気をつけた方がいいね。ショッピング依存で死んでる人もいるしね、うんうん、いやでもすごいよ。でもそうすると、うん、あの改めて今更ですけど、その漫画と、うん、その宗教2世の漫画を描いた菊池真理子さんは同じ人なんですよね。だからその一冊だけで映画になるような、まあ、あえてネタって言いますけど思ってる人なんですよね。だからよく父親も母親も何かに依存してた人たちだったっていう。なんかインタビュアーとしてやっぱ話聞いてみたいです。壮絶ですよね。そうだね。面白いかもしれないね。すごい、うん、本当に。まあ面白いと言ったら彼女はちょっと失礼だけど、でもいいかもしれないね。あ、いいじゃん。うん、いや、うん、本当に。でもなんか。少女分身だしさ。そう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 。なんか、ねえ、ほら、今井田さんおっしゃったように、こういう、すんごい重いテーマを漫画で描けるって、やっぱりそれまさに漫画アニメ大国の日本だから、海外で僕も全然詳しくないですけど、やっぱり、グラフィックノベルってあるじゃないですか。うん、まあもう。でもあれははっきり言ってイラストレートとかアートなんだよね。そう。だからだし、テーマが逆にもう重いものを、うん、重いっていうか本当に戦争とかね。うん、まあ近いけど遠いじゃん。うん、だけどこっちは本当にすぐそこにあるものみたいなものを、しかも実写でやったらもうとても描けないような。いや、描けないよ。うん、だからやっぱ日本ならではですよね。うん、
と思う。読んでみる、本当に、うん、夢に出ることってすごいね。いや本当に自分のストーリーじゃないのにね、うん、あそう、そんな怖かったんだ。怖かったもん、夢に。僕もでもアルコール依存症の本って結構読んでるからな。そっか、もう何人もあったしな、うん、かわいそうだった。ちょっとインタビューしてそう、子供はかわいそうだよね、まあこの宗教2世もそうだけど、子供は大変。なんかでも今統一教会の話ありましたけど、うん、井田さんの肌感覚でいいんですけど、やっぱりこのね、あの安倍さんがあの、殺されて、そしてこの統一教会宗教2世の話、この漫画出てきてから実際、なんか日本は変わったんでしょうか。まああのね、法律的なことはこの間ねちょっと聞いたのは変わらないと思うよ。ただだんだんと他の新興宗教がバレてきてるよね。あ、さすがにね。今日もあの週刊新潮とかそういうので、その創価学会の献金の話とか堂々と出てたもんね。そんなの誰も書いてなかったから。逆に遅いくらいな感じもしますけどね、でもやっぱ圧力があったってことなんですかね。圧力があったっていうよりは、みんなの関心がそっちに向いてるってことじゃない。まあ逆に言うと結局いくら無関心だどうこうって言っても、日本人も本当に関心向ければある程度そういう自浄作用みたいな働く国ってことですか、ね、だと思うなと思いたいですよね。そこはでもちょっと頑張ってほしいね。そうね。ではでも面白かったよな。でもここのとこ最近さ、僕一番のトピックはこれだと思うよ、やっぱり。あ、中間選挙、はい、もうやっぱさ、アメリカ人もなんだかんだっていいとこあるじゃん。ちゃんとね、揺り戻ししましたよね。そんなにもうね、ネットではトランプ好きなおじさん、おじいさんが多いんだけど、そりゃトランプは無理だって。自己顕示欲だけなんだから。トランプの場合はアメリカファーストじゃなくてミーファーストだからね。そうですね。自己実現のために大統領になるってすげえよな。ミートゥーじゃなくてミーファーストです。そうそうそう。でもあれ面白いですね。なんか、あのビジュアルだけの話ですけど、いつもあのね、ニューヨークタイムズとかいろいろこうやって見てた、あの中間選挙で、アメリカの地図が出てきて、共和党と、民主党出て、あの、なんか、信長の野望みたいに選挙権が確かなのでね。そう。しかも本当に59対41とかね。まあ、本当アメリカって、まあだから揺り戻しはさ、ある意味簡単に起きる国なんですかね。考えたらさ、どういうことなの？もう、要はさ、今インフレがひどくてさ、ダメダメで、しかも80のじいさんじゃん。いや、本当ですよ。どっちも80のじいさんですよ。バイデン。トランプも、どっちも近いもんね。これ普通だったら。バイデン80かも。圧倒的に負けるはずなのよ。勝てるはずがないのに、これに勝てなかったっていうのはトランプはもう終わったなって思ったもん。そういう意味ではそうですね。今回ちょっと意外でしたね。勝つと思った、さすがに。僕も思ったよ。ところがやっぱり意外と良識があったんだね。ちょっと面白いですね。やっぱアメリカのっていう国、やっぱり。あとは共和党の中、保守派の中でも、トランプみたいな人に任せるのは嫌だ。自分ちょっと、その品性とか、出ましたね。人格的に許せないみたいなのがあったんだね。一番嫌じゃなかったですよね。そこがまた面白い。すごい初歩的な質問で、恐縮なんですが、民主党と共和党があるじゃないですか、アメリカって。どういう特徴がそれぞれあるんですか、考え方の。あ、簡単に言うとね。国の運営の方針というか。はい、民主は。民主はなんかね、名前がそのままだ。これ簡単に言うと、大きい政府。うん。で、共和が、小さい政府。小さい政府。昔習ったよね、社会というか、あれで。だからさ、学校行ってたよな。オバマ何やったか覚えてる？オバマ。オバマさん？うん。何をやった？あれ？それちょっと統一試験とかでもう全然点取れないタイプかな。オバマさんがやった一番大きなことは？大きなこと？なんだ？国民皆保険。保険。はい。要するに、政府でみんなの健康は面倒を見ますよと、でそれに関しては人種の差別とかないし収入も関係ないんですよみたいな、これがだからリベラル。アメリカでそれやったって結構大きいですよね。国民健康保険みたいなことですか。そう、日本にはあるけどアメリカにはないから。普通ないんで。そうかそうか。最近なんかで読んだけど、子供の心臓移植手術、いくらだと思う？手術代すごい高そう。1000万100万100万じゃ絶対できないですよね。みんなね、貧しすぎて話にならない。1.5億。違います。5億円。すげえ。だから誰にも賄えないの。無理ですね。なんか、お金の価値基準が低すぎて。そう。っていうより、すいません。でもそれに関しては、例のエマニュエル・ドットがさ、新しい本で言ってるんだけど、アメリカは医療費、医者の、まあ、給料と薬が高すぎて、全然効果が上がってない。こんなにお金つぎ込んでるのに効果がない。アメリカの、
医療制度っていうのはもうどうしようもないダメだって言ってる。日本の方が素晴らしいっていう。ちなみにアメリカの男性の平均寿命は77です。で年間何百兆円ってお金使ってさ、これだよ。日本はもう今87とかだね。何が違うのそんなに。やっぱ医療機関、医療の。医療に関しては結構いいんだけど、レベルはすごい高いんだけど、ものすごく高いのと保険に入ってないと受けられないの。ああ、そうか。だから、例えば黒人の貧しい人なんかは、病気になったら気合で治してんの。気合だって病院行かない、病院に行かないのよ。行けないとも言える、ね。行くと何千ドル、何万円、何十万ってかかっちゃうから、風邪とかでも、出したら。それをオバマさんは、その、差別し、うん、せずに。そう、皆保険っていう誰もが入れるような大きい制度で、うんうん、大きい政府でみんなを助けるよ、うん、で人種差別なんかもなくし、うん、もっと自由になろう。であと大きいのは LGBT OK、うん、人工妊娠中絶 OK、 あこれアボーションっていうね、はいはい、これも OK、 これは全部反転して、うん、LGBT ダメ、アボーションダメ、うん、小さい政府で個々の人が自由に生きられる方がいいんだ。だから自分の身を守るために、自由に生きるために銃を持つ。ほら、西部の共和党。なるほど。カウボーイじゃん。はい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 。っていうのが民主と共和の分かれ目なわけよ。はっきりしてますよね。そう。これはもう本当に覚えてるね、みんな。ごめんなさい。はい、それを、今までは、その、うん、トランプを支持した人はこっちを支持してるってことですよね。ずっとこっちを支持する。個々の力で何でもできるぜ、みたいな。でも、うまいこと言ってたけどね。だって政治なんかさ、信用できなくない、まあ、日本人だって信じてないでしょ、自民党とか。信じてない。アメリカ人はみんな、政府とかそんなの信じらんない、うん、ワシントンにいる役になんか信じないっていうのがアメリカ人なのよ、うん、基本的には、うんうんうん、それがなんでまたこう揺り戻しって言って民主党やっぱり支持しようっていう動きがあるんですか。トランプが嫌だから反対票、あるいはトランプが嫌だから棄権する、うんうん、でしかも民主党には例えば20代の子はもうこれはもうはっきり差がついて 6-4 ぐらいで民主党なわけ、うん、だからもう若い世代はこっち、okay. でしかも今回年寄りがトランプ嫌だって言ってこっちに入れたり棄権したりしてるから、ほら絶対に勝てるはずのトランプがもう負けてしまったってことなの。へえ、面白い。でこれは世界中で来てる、うん、へえ。僕ね、なんか今回のこの件で見てて思ったのは、トランプが負けたのとさ、ウクライナでロシアが苦戦してるのも一緒だなと思って。おお、一緒。うん、要するにリベラル勢力とか民主勢力がもう一回その強い揺り戻しに対して戦っているっていう感じかな、うんうんうん、だから前なんか中国の話をした時にさ、うん、習近平が3期目をやる、4期目をやる、うんうんうん、これから20年30年やるっていうのは自由主義世界とかさ、日本にとって本当にいいことだって言ったじゃん、うんうんうん、経済のこと何も分かんない人が経済運営とかするわけだし、とんでもないミスするから恐ろしいですよね、本当。中国、中国すごいよ僕毛沢東の本を読んで人間の悪ってこういうことだって思ったもん。そんなにやばいんですか、毛沢東って。やばい。いや、何万人、何千万人って殺したっていうのはね、このオトラジでやったから、うん、まあ、殺戮の神ぐらいの感じなんだろうなっていうのは知ってますけど、ね、うん。人を殺してるっていう数では、ヒトラーと毛沢東がトップを競ってんじゃないかな。まあ、それ以上にひどいことをもっとやってるってことですか、はい、もうさ、なんかね、うん、ずるいの、やり方が。ずる賢い。うん、本当にね、3日演説すんの。3日演説？僕がさ、これから3日間この収録するじゃん。うん、そしたら嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃう。で、1日目の終わりに帰っちゃうでしょ、うん、帰ったら、うん、残りのやつは全部自分の子分だから、うん、おい、あいつらはもう外すぞ。とかで、決議取っちゃうわけ。で、彼は解任、解任、首、首、うんうん。で、下手したらそのまま刑務所送りとかにしよう。うーわ、うん、俺に逆らったんだからお前ら当然だろっていう感じで。うんうん、で、文化大革命も、ほら、今回、習近平がやってるのは新しい第二の文化大革命だって言ってるじゃない。うん、文化大革命もすごいの。うん、子供に火をつけるやり方が。うん、それは表現とかではなくて、うん、本当に実際に子供に火をつけちゃうんですか？ものすごい火のつけ方。要は、今の人間はもうちょっとたるんでる。うん、大人たちはみんなブルジョアだ。知識階級なんて許せないって言って、うん、毛沢東の赤い冊子、毛五六っていう赤い冊子をこうやって持って、うん、で、お前たちは革命の戦士として、そういう大人たちを正さなければいけないっていうの、うん。まあ、子供たちは中学生とかが、学校の教師の頃に行ってこれを作って、お前はこれを読んでるかって言って、うんうん、いや、まだ読んでないって言ったら、バーンって殴るの、もう。うんうんうん、すげえ。先生とかをすごいボコボコにしてたって生徒が言う話ありましたよね。うん、もうね、ひどいのは、
例えば中年の女性教師とかを下着一枚とかさ裸に向いて校庭でなんか重いものを持って引きずり回すとかさ、そういうのやらせるわけよ。それであまりにも辛いじゃん、うん、例えばここの真鍮のバックルがついたベルトを人民服でみんな着てるんだけど、うん、そのバックルで殴りつけるわけ、うん、でみんなで殴りつけて殺したりしてるんだよね、うん、校長先生殺す、作家殺す、うん、その知識階級ブルジョアクソクソっていうその毛沢東の学歴も、うん、何かコンプレックスはやっぱりあるんですか？まあはっきり言って毛沢東はね、小学校の校長とかやってるんだけど、いい学校とか行ってないんだよね、うんうん、あ、じゃあやっぱ習近平と一緒ですね。そうそうそう、習近平も、ね、うん、一応名前はいい大学出てるけれど、うん、でも実際にはさ、その毛沢東とその時党の主席で、まあ、2人ぐらいいて、うん、有名なのはこの周恩来、うん、で主席がいるのよ、うん、この2人に権力を握られたから、うん、権力を取り返したいためだけに国中にそういうめちゃめちゃ話を吹かしちゃうの。これで2000万とか3000万とか死ぬんだよ。いやでもすごいんだよ、うん、うん、いやもうね、呆れたっていうより自分の欲望だけに激しい人ってすごいなと思って、うん、ちなみに毛沢東が中国全土に持っていた別荘の数は10 50 50。あ、でしかもみんなおべんちゃらを言うから、すごく眺めのいい湖の湖畔に別荘を建てるじゃない、うん、これはもう主席だけのものですって言って、他の人は立ち入り禁止にしちゃうの、うん、この毛沢東の部下が毛沢東に気に入れたくておべっかを使うわけ。中国ではこういうことみんなやるわけよ。要するにトップが気に入れば偉くなる、出世できるから、うん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 、今回の習近平もそうでしょ。私みんな部下だもん。中国でうまくやっていけるかな、もしかして。でも辛いよ。そうですかね、うん、周恩来の話なんかもう涙涙だもん。周恩来は膀胱がんになって毎日血尿が出るの、うん、で自分でもこの病気はやばいって分かってるんだけど、うん、党のトップの健康っていうのは毛沢東が全部握ってて、うん、手術は毛沢東の許可がないとできないのよ、うん、で毛沢東は周恩来、この時の主席ね、うん、あるいは首相、この人はなかなかできた大人物なんだけど、うん、この人が毎日毎日ね、真っ赤なおしっこしているのを知りながら、いやそれはちょっと君仕事が忙しいし手術は受けさせられないなって言って、平気のまま膀胱がんを見殺しにするの、うん、じゃあ自分はその上司のために尽くすけれど、上司は自分のためには何もしてくれないっていう、うん、命も守ってくれない、膀胱がんでいい君だなと思って平気で待ってるわけ。どうしてこんなに尽くしてくれているのに。関係ないんだよ、この人毛沢東って自分のことだけでいいの。でもプーチンと毛沢東似てない、うん、そしてその流れの中に習近平がいると思ったら、ああそうか、この国はちょっとやっぱり簡単に信用するような、なんか日本人の甘さでね、人間みんないい人だから、うん、とかっていうようなことではもう済まないんだなっていうのを思ったね。やっぱり別の国ですね、うん、で自分の奥さんとかも見殺しにしちゃうんだよね。どういう、やっぱサイコパスなのかな。いや本当にサイコパス、子供も半分ぐらい死んでるんだけど、うん、全然平気。ロシアに人質で2人子供取られてるんだけど、手紙も全然書かないし、何にも、もう好きにしてるばみたいな、弱み、殺すなら殺せばみたいな感じ。弱みが一切ない、ない、自分以外はない。だから彼の愛は自己愛しかないってことですか、うん、奥さん4人かな、それも何かあったら見殺しそうだもんな、うん、自分の看護師なんかには全部手をつけていて、うん、なかなかなのよ。うわー、欲望の塊すげーわーっていう。やっぱ人間そういう方が生きやすいのかな。そういう方、そういう方がロシアとか中国みたいな国では出世するよ、取りやすいですよね。ともかく相手を倒せばいいんだから。本当そうですもん、ね、うん、でも話はつきませんが、うん、30分超えです。え、そうか、あ、そうか、はい、これ無料版ですよ、ね、やっぱりね、フリートークってね、最初僕ら やるまでね、これどうかなみたいな思うんですけど、むしろ盛り上がりますよね。盛り上がるんだよ。すいません、いろいろなんか聞きすぎちゃった。いえいえ、さあここでじゃあお便りと、はい、ご質問、すいません無理やり止めてしまいましたが、いいです、はい、どうぞ、ごめんなさい、一応進行係です、はい、そうです、すいません、はい、まずお便りからいきたいと思います、はい、20代の女性からいただいています、以前石田イラさんが6時間かける4日働く世の中になったらいいよねとおっしゃっており、私もそれに共感しました、うん、よく労働時間が長いからパートやアルバイトの方が短いし時間の融通が効くからこちらを選ぶという声を聞くことがあるのですが、うん、石田イラさんがおっしゃっていたように6時間かける4日が実現すれば正社員かパートアルバイトかという2択ではなく正社員で働きやすくなるのではないかと思いました、うん、
そのためもっと浸透してほしいと思います。そして石田さんのおっしゃっていたような働き方や週休3日は個人またはチームで労働を進める裁量権のある職場では多く取り入れられていると感じます。一方で病院や介護といった現場やその他のサービス業、小売業などその場に人材がいなくてはならないような職業やほぼ24時間365日営業を稼働している業界ではあまり取り入れられてないような印象があります、うん、そのため一部の業界や一部の人たちではなくより多くの業界に広まり私自身を含め今賃金を得ている人々みんなが幸せになってほしいと感じましたということでお便りいただきました。っていうよりさ、うん、もうそんなに豊かにならないんだったら仕事楽にしてよと思わない？本当そうですね、うん、働いても得られるものがないんだったら、うん、なんかもうあの、うん、何あの成長できるとか、うん、なんかこうそういうのもいいからみたいな。そう、そう、それは関係ない。本当にそう思うわ。うん、金くれ、うん、金くれるか時間減らせた。そうワールドカップで徹夜した次の祝日にしてくれみたいな。そうそうそう、ノリで決めてほしい。サウジアラビアね、行きですよね。1月1日ですね。ノリで決めてほしいよ。休みになって、うん、そこからでもそんなに悪いことないと思うんだよな。うん、正直さ大して下がんないと思うよ。日本の経済がもし6時間4日にしても、うんうん、いや なんか個人レベルの話になっちゃうとあれですけど、僕もその起業して時間最初超働いてて稼げなくて、でも働く時間ちょっと短くなってもやっぱあんま変わんないですよね。変わんない。だからそれ国もっていうか全体でもちょっと乱暴な考え方かもしれないですけど、そんなね、うん、実際には変わんないんだよね。要はさ、うん、起業してそうやってだいぶ慣れてみると、はい、力入れるところと抜くところの塩梅が分かるから、昔より楽なのに効率上がってね。そう、最初怖かったですけどね、もうとにかく夜中までもう全然仕事もしてないし稼げてないんだけど、とにかくなんか夜中の10時ぐらいにメールタタタタタって返したら、うん、なんか俺仕事したな、でも全然稼げてないやつ。わかる。でもそれだからできるはずですよね。うん、なるほど。はい、っていうよりそっちの方向を目指さないと、うん、そうです、もう夢がないもん、うん、本当に。今の日本でさ、もう休もう休もう、そう無理じゃん、うん、UAE とかね、カタールみたいに給料するっていうのは、うん、確かに何を楽しみに生きていいか本当わかんないもんな、うん、はい、じゃあ質問いきたいと思います、はいはい、30代女性からです、イラさん、早川さん、ノアさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。今日は皆さんに話してほしいトークテーマを送ってみます。皆さんの恋人とのロマンチックだったりキラキラした思い出や実体験が難しければ憧れのラブシーンを教えてください。私は大学生の時に付き合っていた彼氏と一生懸命バイトして貯めたお金でパリに旅行に行き、セーヌ川沿いを歩いたのが一生の宝物のような思い出になっています。いいね。暗い話が多い中皆さんの話を聞きながらニヤニヤしたいと思います。パリいいね。いいですね。なんか知らないけどさ、そういう時って古い街がいいよね。僕も京都かな、京都の鴨川沿いを歩く、また洒落てますね。わ、いいですね。僕が前にも言ったけど、一軒貸しの町屋、はい、うん、2階建てで部屋はもう5つも6つもあるんだけど2人で泊まれるのよ、うんうんうん、そこはね本当にいいからおすすめですよ、うん、へ、うん、素晴らしいよ、うん、で夜そこ買いかけて、京都ってねああやって和食が美味しいっていうふうに言われてるんだけど、意外とおすすめなのが中華とかステーキとかなんだよね。中華、うん、鉄板焼きのお店とか美味しいのいっぱいあるから、和食とかさ正直言って若い人はさ行ってもそんなありがたくないじゃない、出汁、うん、がいいとか言われても関係ないからさ、うん、それよりはがっつり肉を食べて町屋に泊まってなんかです、ね、スイートなデートしてほしいね。あ、確かに。なんかありますか、早川さん。いやもうないね。キラキラした、本当に考えたけど、思い出とかデート、本当これ番組的にないかもしれない。もう思いつかないよね本当に。でも学生時代とか付き合ってた時なかった、ね、いやもうそれはほらもう月並みにどっかなんだろう、なんか横浜のどっかとかお台場のどっか行くとか、うん、もうなんかその普通のもう学生みたいな感じしかないですよね、うん、その後の今ねこの方言ったようなパリの動向とかこれないよね。うん、うん、だからなんかでも全然都内でもね、それか、うんうん、それか忘れてんのかな、忘れちゃいますよね。そうね、忘れてんのかもね。まあ友達の話だったらいっぱいあるんですけどね。それは有料の方ですか、ね。もうなんていうのかな、非合法な友達ね。イラさんみたいなちょうどいい話がなかなかすいませんできないんですよ、ね。そうか、じゃあまあそれはじゃあ後半部分でっていうことで、うん、あればね。うん、あれば、はい、でもこのパリの思い出ってすごくいいね。いいですね。ただパリって冬寒いんだよな。そう、実際行くと そんなにグッと個人には来なかったんですよね。あ、本当ですか。パリ自体が。
でも街は本当綺麗だよね。まあ綺麗ですけど汚いですけどね。汚いけどね。もうメトロの入り口とか見るとね、そっちの汚いね。落ち葉とか吐けよって思わない。すごいすごい。もっとすごいもんいっぱい落ちますからね。ゴミとか。はい、すいません、汚い話しちゃいましたけど。で、あと大概さ、3つとかあったら1個壊れてるよね。そうそうそう。とりあえず壊れてる。だから日本そこなんて優秀ですよね、ほんと。壊れてるのがデフォルトですからね。私、1ヶ月ヨーロッパを旅行したことがあって、1人で。で、その時にすっごい困ったのが、大きい荷物持ってるのに、本当に皆さんの言う通り、3つあったら絶対2つ間、それとも3つは全て壊れてるエスカレーター。いや、ほんとそう。目疑うよな。壊れてんのが普通なんだよね。そう。エスカレーターは常に動いてないみたいな。で、聞くとちょっと切れてるからね。あ、何それ知らないよみたいな。だからさ、インフラをちゃんとこう、メンテするっていうのって、お金すごいかかるのよ。だから、その富はもうないんだよね、ヨーロッパには。でもそう考えると日本はね、ちょっとうち我々苦しいですけど、国のね、そうだからそこのインフラ整えてくれてるから、そこでもお金使い果たしちゃってるから、なんか、うん、あの少子化対策とかのお金はもうないんだろう、うん、だってさ、うん、日本で例えば地方都市の大きいところで駅の前の道路に穴が開いてるとかないじゃん、うん、アメリカだって穴が開いてるとこざらにあるからね。いや本当あるある、うんさあ、ということで、お話つきませんが、はい、ちょっと久々に前半だけでもうね、めっちゃ長くなりました。あ、そうですね。もっと濃い話もあると思いますので、はい、続きは、ご視聴4通りです、うん、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、audiobook.jp、そして Apple Podcast サブスクリプションの4通りです、うん、概要欄をご覧ください。それでは後ほど。はい。つい最近、行った箱根。あ、やっぱり箱根っていいよね。やっぱ箱根大好き。大好き、いいですよね。いい。箱根に湖の山のとこに日が沈むみたいな感じ。そう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 。で、道の途中で車止めてみたんですけど、富士山と夕日がもう本当に綺麗に映ってて、うんうん、もうね、悲しいぐらい金を出してるやつが強い世界なのよ。本当そう。映画って。逆に強調ですね。うん、もうね、切ないぐらいクリエイティブがどうのとかってみんな口先では言うんだけど、本当に金主の言いなりなの。